3、2、1、0。11月7日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。11月7日、今日は知恵の日だそうです。ところで知恵ってなんだっけ？椅子のことを、それはチェア。わかった。鎖のことですよね、それはチェーン。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。測量志忍び草のお問い合わせ、お注文が多数。法事ギフトはお任せください。別注品も対応いたします。冷ややっこ乾燥塩昆布仕上げ。冷ややっこに乾燥塩昆布をのして、ただただ柔らかくなるのを待つだけ。お酒のおつまみに最高です。どうかお試しあれ。おまちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやん。